はい、6月13日の晩ご飯です。今日は豚バラ大根と、卵焼き、きんぴら、きゅうりとゆで卵とブロッコリーのサラダですね。こちらは多分まあどうだろう、市販の調味料かな。でこちらはお惣菜ですね。でまあきゅうりとかこの辺はまあ自宅で茹でたんでしょう。ということでいただきます。豚バラ大根はね、この前またリュウジ先生がテレビに出た時にね紹介されてた、レンジでのレシピ見ましたよ。ちょっとこれはどういう風に作ったのかわかんないんですけどね。薄くね、大根を切ってレンジでやるっていう方法もあるんだなと勉強になりました。で、いただきます。うん。大根がすごく柔らかいです。お肉の甘みもありますし、大根がね、とにかく柔らかくなってて、このように箸でもね切れるぐらいですね。美味しい。先ほど撮影したね読書シリーズはとりあえず借りてる本文はねやりたいなと思ってます。で一番最初にね、さっき紹介した本は後で確認したんですけど2006年だったんですよね、初版が。なので、かなり古い本なので、情報もね、古いですし、著者の方の、その、執筆歴もね、まだ初期だったのかなということも、ちょっとありますんでね、多めに、見ましょう。ということで、今もちょっと参考になる部分はあるかと思うんですけど、古い本だということなのでね、基本的にはもう全部情報が更新されてると思って、3分でね、読書をちょっとまとめる練習として見ていただければ幸いです。